深海に住むカニ、イリアムホムラは甲羅の幅がおよそ5センチ、手を広げた時の全長はおよそ20センチで、第4捕脚の先端がニッパーのような特殊な形状をしています。1980年に初めて発見されて以降も報告数が少なく、詳しい生態などは分かっていません。先月、美ら海水族館が県水産海洋技術センターと共同で実施した調査で、慶良間諸島沖の水深およそ850メートルの深海で6個体が発見され、このうち2個体が水族館で飼育展示されています。当館での飼育を通じて、いろんな世界で初めての発見をしていきたいと思っております。美ら海水族館によると、ウィリアムホムラの国内での発見は2例目で、生態の展示は世界初だということです。